NTT 大容量方式は1988年から日本国内のみで使用されていたフロッピーディスクドライブ FDMA-FM のアナログ携帯電話である。非キャップとも呼ばれる。1999年3月に NTT ドコモ IDO とも第二世代移動通信システムに周波数帯域を転用するためサービス終了した。1979年に 東京都心でサービス開始された世界初の小ゾーンセルラー方式の自動車電話である。広い周波数帯域の取れる8 0 0ヘルツ帯を使用基地局間自動ハンドオーバーありの集中制御系、マルチチャネルアクセス無線など現在の携帯電話の基礎となる技術開発が行われた。多層構成一登録エリアと呼ばれる端末のグループごとに一登録エリアの境界を変え、 特定の基地局協会に位置登録の変更の要求が集中しない制御方式となっている。また、基地局からの制御チャンネルに端末をグループ分けし送信時間を限ることで端末の受信回路の動作時間を短くする簡潔通信が行われている。これは無線呼び出しにも使用されている技術である。テレビ受像機への過半型移動局の干渉を抑えるため、 基地局が低周波数、移動局が高周波数であり、他の国と逆になっている。基地局が切り替わるタイミングなどで、無線チャンネルの切り替え時には、下車という制御信号とノイズが聞こえる特徴があった。NTT 代用量方式は、加入者の増加、携帯電話端末のサービスエリア拡大などに対応するため、搬送波間隔の縮小。 120度3セクターセルを採用し、周波数の繰り返し利用効率を大きくしたものである。1988年に東京都23区内から置き換えが開始された。NTT 方式と NTT 大容量方式の双方が使える端末では、大容量方式の電波を掴んでいる場合には、液晶表示部のアンテナピクと左人が点灯して判別できた。なお、 オプションの日はサービス使用時は点滅した。移動機はダイバーシティ受信回路が標準となり、移動時のマルチパスノイズが低減し、従来発生していたチャンネル切り替えノイズが発生しなくなった。また、新規参入電気通信事業者である日本移動通信も採用していた。関東、中部以外では NTT ドコモのローミングを利用することができた。 1999年3月に NTT ドコモ ID オートも第二世代携帯電話に周波数帯域を転用するためサービス終了した。ありがとうございます。